ありがとうごこんにちは。です。それでは、今回なんですけども、8月のメルペイはローソンストア170%ポイント還元キャンペーンということで、まあ、ちょっとですね、メルペイのキャンペーンが少しツイッター上で話題になったので、ピックアップをさせていただきました。その画像がこちらですね。ローソン100メルペイということで、メルカリのスマホ決済メルペイで70%のポイント還元ということですね。今のところ分かっている情報を簡単にまとめると、期間は8月の1日から8月の11日まで。 そして70%のメルペポイントの還元で上限が1500ポイントまでとなってます。なのでまあ2143円までのお買い物をしたら1500ポイント分が戻ってくるということですね。まあ今のところこの情報まで出てるのでちなみにこの QR コードを読んでもまだ何も出てこないです。一応メルペの後払いに関しては通常のコンビニなどの生産時には300円の手数料をかかるんですけどもメルペの残高払いなら生産時の手数料が無料なんですよね。なので 一番いいのはメルペの後払いを設定した状態で、 そそこここででで決済をををすするるとととししてて還元でもららっったたポイイントを使ってメルペイ残高払いい、まあ、れでお得になるということにななうりますね、まあ、ちなみに、もし仮にメルペイのキャンペーンがローソンストア100だけの場合だと、まあ、結構限られてきますよね。あまり僕の住んでる地域自体はほとんどローソンストア100がないので、まあ、できれば通常のローソンも含めたキャンペーンであればちょっと個人的には嬉しいかなと思います。ということで今回は速報という形で動画にさせていただきました。またですね、公式に発表などがありましたら 動画にさせていただきたいと思います本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました